皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてこちらですね、圃場の方に来ています。こちらとちあいかいちご狩りではなくて、これ収穫専用のハウスになります。で、今日のですね動画のテーマの内容なんですが、吉村農園で使用している葉面散布時に使用する液肥のちょっとご紹介させていただきますんで、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、吉村農園で使用している葉面散布時に使用する液肥のご紹介よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日はね、葉面散布、下から吸わせてもいいんですけど、こういう液肥類でも葉から直接吸収させた方がより一層効果が早いっていうことで、どうしても微量要素とかそういう風なやつはなかなかね、地面から吸うっていうことより、地面ではどうしても乾水がイチゴなんか豆にかけてるから、元肥でやってたやつが流れてる場合もあるんで、どうしても葉の方から、かけた方が速効性がありますから、まず最初にね、網シャワー、はい、ちょっとやりますね。網シャワー、はい、網シャワーっていうのはやっぱりね、名前の通りアミノ酸、はい、人間でも栄養剤としてアミノ酸サプリメントで飲んでる人が多いと思うんですけど、はい、アミノ酸はね、速効性があるんですよ。はい、まあどれも速効性あるんですけど、特に、はい、ちょっと成分ちょっと見せてもらっていいですかね。窒素成分も多いんですけど、アミノ酸と有機、はい、有機酸が入ってるもんで、これを適量で、同分で散布する。はい、そんなジャブジャブかける必要もないんですけど、はい、いっぱいかけたからっていちごでも植物でもね、たくさん吸うわけじゃないんで、適量で少量、はい、葉っぱがね、さーっと濡れるくらいで大丈夫です。はい、私もね、晴れてる日にやってると余計効果がね、やっぱり葉にかかった時に太陽の光が当たる朝方なんかは活動するから、そういうような時にはこのアミノ酸、弱ってる時、はい、毎日圃場を見てるとイチゴがどういう状態かっていうと、何でもね、シーズンが長かったり今頃になると花がたくさん咲いてくるから、どうしても元肥が切れてきたりするから、そういう時にこのアミノ酸でやると速効性ですから、木の方も大きくなる、地のと、あと木の葉っぱの輝きが出てくる。はい、じゃあ次にこのマグショットお願いします。マグショットっていうのはね、微量要素がたくさん入ってるんで、はい、どうしてもね、根から吸ったやつと葉で葉緑素っていうんですか、理科で習ったように、呼吸して、なんていうんですか、アミノ酸とかタンパク質を作るときにの補助剤、はい、でこれもね、クドだ何かが入ってるんで、はい、どうしてもクドとかそういうのはね、乾水してるとね、はい、流れちゃうのよ。こちら成分もちょっと見せてもらっていいですか。あ、そうそうそう、あ、成分はね、あ、こっちだ、ね、はい、ごめんね、話ばっかりして、 逆ですね、ごめんなさい。あ、逆か、このもう一個逆です。あ、こっちか、そちらですね、はい、こんな感じ、クド、はい、あと糖分もあるから、いちご自体も甘くなる、これは分かんないな、私も。あと微量要素でマンガンとかそういう風なやつ、はい、どうしてもね、いちごはね、水をかけてるから流れちゃうのよ、はい、そうそう、葉と根と葉で、栄養を蓄えてアミノ酸とかそういう木を作るんですけど、そういう時にね、補助剤がないとどうしてもね、速効性でいかないとダメってことだ。はい、で前にもちょっとご紹介したこれライムショット、最後に一応もう一度だけ復唱 で、これはね、カルシウム類だが木を固くするやつだもんで、はい、あ、ここですね、はい、ありがとうございます、はい、これもね、どうしてもね、柔く天気が曇りの日や何かが続いた時で葉がやわやわしてきたなと思った時、あと早生品種、はい、品種ごとにもね、こういう風なやつもね、かけるのをね、ちょっとずらしていった方がいいと。早生品種っていうのはどうしても木の伸びがいいですから、そういうのにはこのライムショットを普通のとちおとめなんかよりはちょっと回数を1回ぐらい多くしてやった方がいい。はい、わかりました。少量、はい、
適量の濃度で少量、そんなにうんとかけたからじゃなくて、豆に、はい、1週間に1度ぐらいつつはもう絶対これは必需品なんで、かけていってもらいたいです。はい、ありがとうございます。はい、では最後になんですけど、はい、まあ、今回ですね、このマグショット、まあ、これね、アミシャワーとライムショットもご紹介したいんですけど、マグショット昨日かけた補助の方を最後にちょっと見て、ちょっと終わりにしましょうということなんでね。これはちょうど、はい、和製品種のとちあいかにかけたんで、はい、その葉の状態を見ていきましょう、じゃあ。はい。はいはい、ではですね、先ほどご紹介の方ね、液肥していただいたんですが、最後にですね、昨日マグショットをかけた補助の方に来ていますんで、そちらの苗の状況をちょっとご紹介よろしくお願いします。はい、昨日ちょうどね、お昼頃ですね、ちょっと背負い豆腐でさーっとかけたとこなんで、はい、葉っぱの方がねまだかかったばっかりだもんで、こういう状態になります。ちょっとね、なんていうんですかね、粘り気のあるようなものが付着してるよ。これが、葉面散布をした時の典型的なやつ。だんだんこれもなくなってきちゃうんですけど、かかってる状態なんで、葉の光沢、厚み。こう、掴んでみた時にね、ちょっと葉が厚いような感じじゃないとダメなんで、そういう時はやっぱり、葉面散布は効果的なんで、いろいろな葉面散布を組み合わせて、たくさん振るんじゃなくて、豆に、はい、日中でも大丈夫なんで、日中かけたり朝が一番いいんだよね。ああ、はいはい。太陽が出るとともに活躍してくるから、そうすると葉っぱが動き出した時に一緒に吸うから、2、3日で効果が出るから、やってみた方がいいと思う。わかりました、はい。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、葉面散布で使用する液肥のちょっとご紹介をさせていただきました。いかがだったでしょうか。改めてでね、ご紹介させていただきますと、ライムショット、そしてマグショット、アミシャバー、この3つをですね、葉面散布時では使っています。もちろんですね、この3つはですね、下からも流すこともできるんですけど、まあ、より速攻性としては上から流してあげた方がいいかなと思います。特にですね、ちょっと補足で説明させていただきますと、この天候が悪い時、あまりね、この晴れが続いてないドンテの時なんかは、マグショット、アミシャバーなんか非常にいいと思います。で、木を硬くする場合、まあ、前にもね動画の方でもご紹介したんですけど、そういった場合はライムショットかけていただけると非常に効果がありますので、ぜひねそういったところも考慮しながらですねかけていただけるとよろしいかなと思いますので、お願いいたします。では次回も動画撮ってきますので、ぜひぜひご覧ください。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。いちごの方もやっとこのように、収穫が始まりました。お店の方は12月1日にオープンと、いちご狩りも始めます。皆さんのお越しを待ってます。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、私もね、ちょうどって今ここのところね、ちょっと頭にね、まあ、ちょっとなんていうんですかね、気が焦ってるっちんですか、そういうことが一つだけ。今娘がね、臨月を迎えてて、うちに帰ってきてるんですけど、嫁に行ったのが、それが予定日が明日あたりなんで、間もなく生まれる予定なんですけど、なかなかこの陣痛が来なくて、私もヒヤヒヤしてる、電話かかってきたら病院の方に乗せていくっていうのが私の役目なんですけど、なかなかね、陣痛が来ないっていうことと、陣痛が来てもすぐ止まっちゃって、まあ初めてなんでどうしてもね、お腹の方が硬いから、予定通りにはいかないのは分かるのは、私の経験も分かってるんで、やっぱりでも娘になるとどうしても気が焦っちゃって、どういう風な段取りっていうのは決まってるんですけどね、世の中やっぱり、35年ぐらい前の出来事で、家内と焦ってたのを、今もやっぱり今度は娘になったらね、もっと過去のことが忘れちゃってるんで、焦ってるような状態です。これでね、無事出産の方が決まったら、またね、一言でなんかコメントしたいなと思ってるんですけど、やっぱりね、生まれるまではやっぱりね、親はね焦るって、親父らのことが初めて分かりました。焦るっていうんですか、やっぱりね、自分の娘であってもね、手を離して動いてるのを見るとね、
なんか、ああ、早く生まれた方がいいのかななんて思ってるんですけど、なかなか生まれない。難しい。生まれたらまたコメントします。はい、こんにちは。11月14日の予告っていうことで、蜂の方の質問がたくさんあったんで、ちょっと詳しいことで知ってる範囲内の知識で、伝えていきたいと思います。イチゴと蜂はね、仲良くしてないとね、イチゴが赤く実りませんから、そういうところのね詳しいことを話していきたいと思います。